東条山本の真実、まあ、真実っていいね、大げさでございますけどね、日本人は悪くね言われてますね。ピンハネされたとかね、悪徳マネージャーだったとかって言われてますけどね、時系列的にね、追ってみたんですよ。そしたらね、なんかね、一方的にそういう話をねしたんじゃないかっていう風なね気がしてならなかったんで、高杉さんとね小泉水さんにねその辺ちょっと話してみたんですよ。そしたらね、新たな話とかね分かりましてね、最終的には考察になるんですけどね、ちょっと時系列的に話します。東条山本は何者だってことでね、東条山本ですね、ハワイマウイ島出身のハロルド渡辺さんね、日系二世のハロルド渡辺です。でね、 CD は東条山本と名乗ってましたね。ビビちゃんとも名乗ってました。このフィルムを見てもらいましょう。歌舞伎のオーラがすごいですね。後藤の小物感。ということで、全日本プロレスのね、大仁田淳、淵正信ね、ターザン後藤ね、佐藤明夫、グレート歌舞伎とね、全日本プロレス時代にね、マネージャーとしてやった東条山本でございますね。東条山本に何者かということでね、日系二世のハロルド渡辺さんはですね、柔道をマウイ島でやってまして、通訳としてね、日本に来まして、米国の軍隊としてね、来ましてやってたんですが、柔道の腕もあるということで、山口道場ですね。山口道場、旧全日本プロレスのレスラーとして活躍しました。座ってるのが真ん中座ってる山口道場だね。左、上がわかんなくて、この次が、東条山本。髪の毛剃ってないですね。髭生やしてるのがミスター・チンですね。ミスター・チンと東条山本は、全日本プロレスの時、同じ同期だったんですね。うん。で、その因縁というかね、縁もありました。全日本プロレス、旧全日本プロレス協会。山口一つの全日本プロレス協会が、亡くなった後、アメリカに帰りまして、南部、東条山本としてリングに上がりますね。貫禄がありますね。で、主に、南部、アラバマとか、テネシーとかジョージアとかミッドアトランティックとかにいました。テネシーのジョージグラスね、ニックグラスって悪徳プロモーター、はっきり言っていいね、ギャラが安くて悪徳プロモーター、背が高いの悪徳プロモーターの息子で、レスリングがしょっぱすぎてもう鼻で、南部中で鼻で割られてたジョージグラスで、東条山本、そして、ジェリー・ギャレット、ニックグラスからプロモーター権の、譲り受けると思ったんだけど、ニックグラスってどういう男だというと、ニックグラスと、工業戦争やって、勝った、ジェリー・ギャラットで、南部の帝王ですね、ジェリー・ローラーの前の帝王ね、ジャッキー・ファーゴですね、この4人でございますね。で、初めてテネシー州に行ったレスラー、日本のレスラー、日系レスラーじゃない日本のレスラーは吉野里でございまして、吉野里は当時山本と組んで王者になってんのかな、王者にはなってないかな、ちょっと待ってください。NWA ユナイテッドステイツジュニアヘビーウェイトチャンピオンになってますね。で、NWA ユナイテッドステイツタッグチームチャンピオンにもなってるんですけど、初代歌舞伎こと太郎桜郎と組んでます。その後に東条山本がテネシー入りして吉野里とコンビを組んでますね。その次に来たのが三平井。で、三平井は東条山本と組んで NWA のミッドアメリカの王者にはなってます。吉野里、三平井。続いて上田の息子が単独で行ってますね。1966年に
上田の之助が単独で、行ってまして、東条山本、上田の之助、ソウル・ワーゲンドルフですね。ユセフ・トルコに似てる人ですね。ユセフ・トルコではないですね。ソウル・ワーゲンドルフ。組んでる時は何もなかったですね。何もなかったっていうことは、上田と東条山本の時は何もいざこざがなかったってことですね。コンビをやったとしても変なことはなかった。そう、スキンヘッドだったんですよ、上田さん。1966年、67年と、NWA 世界タッグミッドアメリカンバージョンを東条山本と一緒に組んでますね。王者になってます。ということは、上田之助自身も東条山本に世話になってるってことですね。でその後は何もなかったということですね。で次にテネシー入ったのはヤマハブラザーズね、山本小鉄&星野勘太郎なんですが、その時は東条山本はテネシーにいなくて春佐々木と組んで、ミッドアトランティックに出て、東条山本って名前じゃなくて PY ちゃん、PY ちゃんっていう名前でですね、ミッドアトランティックに行ってました。ヤマハブラザーズは遭遇しなかったということですね。次にテネシー行くのが第2次上田の之助ですね。ミスター伊藤の時ですね。ミスター太田とね組んでねやるんですけど、このねジョージアタッグチャンピオンってなってますけどね、ジョージアタッグチャンピオンはねミスター伊藤はね取ってますけど、シャチ横打って取ってまして、松岡とは取ってないっす。松岡王者になってません。まあゴングのピンナップだったんでね、そういうねピンナップを作ったんだと思いますけどね、王者になってませんね。上田と松岡がファイトマネーを横取りした山本の骨を折ったという語りに繋がれてますね。この事件の話です。この二人がテネシーで東条山本のマネージメントでファイトマネーの横取りしたということでね、腕を折ったという話でございましたね。語り継がれてますかね。私調べました。東条山本はね、上田松岡遠征時はね、ベビーフェイスとしてね、テネシーの別のサーキットで戦ってました。ということは、上田山之助と松岡貫徹のマネージャーを東条山本はやってませんでした。やってなかったのよ。まず一つ目。この二人が、ファイトマネーを東条山本に横取りされて腕を折ったストーリーの一つ目はマネージャーをしてたということでございますが、東条山本は上田松岡の遠征時にはベビーフェイスとして別のサーキットで戦っていたわけで、ギャラのことなど東条山本は知りませんでした。もともとテネシーのプロモーターはニックグラスね、ファイトマネーを安いファイトマネーを払うプロモーターって悪名高かったわけですね。で別のサーキット組んでて遭遇しなかった2人なんですが、たった一度だけ遭遇したのは1969年12月2日アーカンソースブライスビル。東条山本はマイク・ヨークと組んでミスター伊藤、ミスター太田組、ミスター伊藤こと上田文介、ミスター太田こと松岡ガンテスでございますね。このコンビと対戦したわけですよ。初めて初遭遇だったんですね。上田文介は以前東条山本とタッグを組んでたわけですからね、タッグチャンピオンにもなってでしょ。 NWA タッグをね2人で組んでましたよ。まあ言うと吉野里時代から三平井浦之助ってね、テネシーはね東条山本がいるからいいんじゃないっていうことで、ね、ブッキングしてくれて行ったわけですよ。今回別のサーキット回ったので戦ってなかったわけですね。たった一度遭遇したのは、東条山本マークヨーク組対ミスター太田で、リング上で対峙した松岡と東条山本、試合中のアクセントで骨折した疑いがありますね。翌日も上田と松岡は試合を行っています。となるとアクシデントを悪意に変えたことじゃないかと思うんですね。と上田松岡遠征後、国際プロレスのレスラーがテネシーに遠征してます。ミスターチン、デビル紫、大山和夫、3人とも行ってるんですね。高杉さんにこの話をしたんです。チンさんと紫さんと大山さんがテネシーに行った時、東条山本さんにギャラを抜かれたとかってそういう話とかって聞いてましたかって、いや全然なくて、山本さん東条さんに3人ともよくしてもらったって言って感謝してるよって言ってるよって、そういう話は聞いたことないなっていうことだったんですね。国際にブッキングが移ったのは小泉さんに言うと、ニップロが消滅したから国際にブッキングが移ったってことでありまして、まあニップロがそのまま行ってたとしてもテネシー遠征で東条山本さんの世話になってるっていうことはあったはずですし、そういうことがなかったということですね。したがって上田と松岡がファイトマネーを横取りした東条山本でっち上げの嘘の模様だということでございますね。その後全日本プロレスに移って、大分淵と後藤を佐藤明を歌舞伎と出てますけど、まあこの時はねファンクスがいたから、東条山本は大分をしなかったと言いますけど、そもそも大分をしなかったわけですわ。
アメリカ人なんか言われるぞ。この旗の地上にみんなアメリカ人だ、アメリカ人だぞ。ということでございましたが、皆様納得していただけましたでしょうか。私の推測、小泉悦司さんの考察とか高杉さんの証言とか加味してでっち上げの嘘だということだと思います。腕を折ったのは腕を折ったんだと思います。この人がですね、松岡が試合中に腹いせかなんかで腕を折ったのかもしれないですね。その後にトイジャムさん出てないですからね、ちょっとね、しばらくね、テネシー地区ね。試合中のアクシデントか試合中の、意図的なことかは分かりませんけど、この試合ね、松岡と山本が対峙した時にアクシデントで骨折したことがあるんじゃないかと、それを、テネシーのギャラの悪さを言って悪意に変えたんじゃないかと思いますね。悪党は悪意に変えますからね、という風な形の判断でございましたが、皆様納得いただけますでしょうかね。そういう話あんまりしない、暴露本チャンネルにも書いてないでしょ、言ってないでしょ、ね、よかったらいいねボタンを押していただければと思います。